こんにちは、雑です。鹿児島から一晩かけて屋久島に着いたとこです。とても天気が良くてすごい風景が広がってました。この日は白谷湧水橋にトレッキングしに行ったんですけども、どこもかしこも絶景で、最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。あと当チャンネルでは旅行関係、それに関わる交通関係、行き来の移動手段なども旅の一部だということで動画を作っております。もしちょっとでも良かったなと思うのでしたら、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。励みになります。それでこちらは、ハイビスカスの方を降りるとこですね。前の動画はここまででした。こういうとこを歩けるのもめったにないので、とても良い経験になったと思います。ということで白谷湧水橋トレッキングに案内していただけるユッキーさんと交流しました。とてもですね、丁寧に説明していただいて楽しく旅をすることができました。本当にありがとうございます。で、このユッキーさん、私と実は同い年でですね、うちのかみさんと、ユッキーさんの奥さんも同い年だということが判明しました。ちょっとみんなで驚きました。そして白谷湧水橋に行く途中の風景です。見えている港がハイビスカスの停泊した港になります。すごいもう遠くに見えてますね。標高 300m 付近だそうです。そして白谷湧水橋の駐車場に到着しました。ここから 100m ほど行った場所に白谷湧水橋の登山口入り口がございます。こちらにはトイレもありまして、ここで行っとかないと結構大変なことになります。こちらの自然そのものが世界遺産になりますので、とても扱いが非常に難しいと。それでいきなり沢がありまして、みんなで感動してました。いきなり水が綺麗です。こういう風景はなかなか本州では見られないですよね。水がとにかく綺麗です。それで、ユッキーさんに今日のルート説明をしてもらってます。なかなか丁寧に喋られるので本当に先生のようでした。で、12番から山道になります。12番まではほとんど整備されてるんですけど、この12番からずっと山道を歩いていて、11番、13番、これ次の音へ石当たりになったやつですね。で、この13番から、10分歩いたところに昔にもののけ姫の地域に言われていた時娘の、そしてここを通って、ここからちょっと傾斜がきつくなってくるんですけど、傾斜の部分を持って14番、15番、16番、標高線 50m の太鼓岩を見て、同じ道を探っていますね。で、ランチを、昼ごはんのランチをまたここに戻っていくところが、もしくはこの辺とかいいところで、ランチを食べたいかなと思います。よろしくお願いします。今日はスペシャルランチを。じゃあ荷物を背負って行きましょうか。説明も終わりまして、トレッキングを開始するとこです。その他にもですね、島の説明とかいろいろしていただいてですね、なかなか楽しく詳しく聞くことができました。勉強せずに来てしまううちの家族なんかにとってはとても大助かりの先生です。時計の文字盤に見立ててやるのをご紹介することが多くて、ちょうどこの一層というところが平内とお前の6時の宿が僕が宿が何ですか。僕は12時だから宿は何時ぐらい、この1時ぐらいのところから、ずーっと車で上がってきて、この白谷湧水橋まで来ました。そして今日はこの水峠の上、の太鼓岩を見ていきます。よく屋久島の有名な縄文杉っていうのは、ここにあって、ここと屋久島の中心に、ちなみにThank you.
ストレッキング開始します。風景すごいですね。早速緑がすごいんですけども、今回の撮影機材がハンディで持っているのは GoPro Hero 9、リュックにつけているのは GoPro Max です。基本 GoPro Hero 9は 4K で撮ってますんで、綺麗に映っていると思います。ここら辺はまだ整備されているんですけども、もう少し行って吊り橋を通った後はもう山道ですので、こういう木道があるのも最初の数十分間だけでした。みんな荷物が多くて重そうです。今回はですね、行きがけの方はできるだけノーカットという形で行きたいので、かなり動画は長くなってしまいますが、できるだけ短く編集してますので、どうぞご視聴くださいませ。すごいちゃんと整備されてんな。ここら辺は石がすごく大きいんですよね。そしてサザンカが咲いてました。うわすごい。サザンカが咲いてると結構気温低いやな。冬の花や。まあなかなか岩がゴツゴツして登りにくそうなんですけども、岩がゴツゴツして登りにくそうなのもこの区間だけでした。ただ森の中に入ってもなかなか険しい山道が続いていきますので、そこのとこも要注意です。屋久島にはですね、浄水場というものがないらしいです。ただ貯水槽というのはあるらしくて、そこに水を貯めて生活用水にしているとのことでした。でも家庭の水がこの自然の山水ということになります。すごいですよね。さすがにこんだけ綺麗だったら使えるんでしょうか。そして屋久島の電気は水力発電で賄っているということでした。すごいです。この水の透明度ですよ。本州に行ったらどこでこれが見れます？雪解け水とかそのぐらいのレベルでしょうか。下に降りてですね、みんなで水を飲んでみようということになりました。ここで落ちてしまう人が年間何人かいるそうです。気をつけてください。結構苔が生えててですね、滑りやすくなってますんで。しかも川の水ですので結構冷たいです。落ちると大変です。
ここに行こうとしたのに最悪。あ、そうな。じゃあちょっと戻るわ。はい、いいよ。変わらないんだよ。だからすぐこういう山の水が出てくる。うちのばあちゃんちみたいな。すごいね。2個目の橋に到着しました。ここから少しずつ険しくなっていくイメージですね。しかしこの沢はすごいですね。ちょっと一瞬宮崎の高千穂峡を思い出しました。緑の感じといい、こんな感じです。ちょっとずつ角度が急になっているとはいえ、階段がまだあります。大きいね。これぐらいの大きさになる。25枚、30枚。どれが1枚ってなる。5枚。5、早く数えないともう日が暮れちゃうけど。あ、そういうことか。そうなん。正解はね、高がまだまだ。すごい。これ5枚なの。ある意味すごい。これで1枚ってなる。これで2枚。あ、そして3つ目の橋です。こちらが吊り橋で結構ゆっさゆっさ揺れる感じでした。まあこんだけしっかり頑丈に作ってあれば全然怖くないんですけど、この緑に囲まれる感じ素晴らしいですよね。どうです、ちょっと行ってみたくなりません？これは綺麗やな。これは綺麗やわ。お、人か。はい。この吊り橋を渡ったあたりから急にきつくなっていきます。一番下のこの一歩より大きい石がゴロゴロしているようなイメージですね。よく我慢して登ってくれています。まだ始まりですしね。これからが山場です。山だけに。ありがとうございます。
そしてちょっと不思議なキノコの説明をしてました。ちょっと触ると胞子が出てくるようなキノコでした。面白いです。この木の感じと苔の緑の色がすごくマッチしてて、緑だらけですね、周りが。もう画面上緑ばっかりです。これ夏場も行ってもすごく綺麗なんじゃないでしょうか。今回秋口でしたが、針葉樹って言ってたかな。そうなると冬行っても緑が青々してるはずです。台風でねじれて倒木してしまった、木です。こちらは、危なかったんで人間の手で解体したということでした。うわーすごい、これ写真撮りたい。ちょっと撮ろうかな。ここら辺から縄文杉がだんだんと多くなってきます。こちらは江戸時代に切られた縄文杉だそうです。江戸時代の年貢は屋久島は縄文杉を切って支払っていたそうです。ちょっと驚きました。ということは江戸には縄文杉がいっぱいあるんですかね。なかなか面白いですね。しかしながら古い木でも切ってしまった後まだまだこうやって残っているのはすごいことです。
縄文杉の中は空洞です。すべてそうなっているそうです。いいか、いける？滑らへん。なんか見える？この下に穴開いてる。穴が開いてる。おお、ほんと滑るな、これ。なんか見えるというか、むしろ何も見えない。はい。後ろ人通ります。通ります。こんにちは。こんにちは。よし。そのまま乗ってきて、ちょっと離れた。中いける？はい、いけるか。何もない。はい。実はね、こう焼き杉と言われる杉の木はね、中が空洞なんです。有名な縄文杉も実は真ん中の空洞。最悪や。最悪や。悪態ついてる。そう、あのね、焼き杉っていう杉の木は1000年以上生きてる杉の木の安いと、植物の古い部分真ん中の部分ですね。だから1000年経っちゃうと真ん中の古い部分が腐ってなくなっちゃう。だからこうやって空洞になるんですね。うわ、すごい。こちらももっと古くに切られた縄文杉でしょうか。結構こういうのがいっぱいあります。いっぱいあるね。苔の生えているとこには日が当たらないということで、ここら辺はもう葉っぱでほとんど年がら年中日陰のような状態ですね。でこちら石が結構無造作に置いてあるようなんですけども、結構実は規律正しく置いてあってですね、江戸時代の人たちが開拓の際にこうやって並べたそうです。人力ですよ。すごくないですか。ちょっと大分疲れてきてですね、子供たちがちょっとずつ泣き始めてきたので、ユッキーさんがなだめてくれているとこです。こうやって水の中を見てみるとですね、動物たちの視線になれということで、とても面白い表現の仕方でした。勉強になります。結構ここら辺から木の形が見たこともないような形をしてきます。根っこもですね、人が歩くように作られたような形で、広がっていってます。どうしてこうなってしまうのか不思議でたまりません。
そしてくぐりすぎという木のあたりですね。自然にこうなってしまうのですか、すごいですね本当に。ここら辺りから倒木も増えてきて、なかなか見どころがあります。こちらは鹿の宿という切り株になります。本当にここで鹿が雨宿りするみたいですね。一度は見てみたいです。そしてもうすぐ休憩場でしょうか。ここら辺に確か小屋があったと思います。トイレの施設としても最後の場所になります。そして休憩時にかしゃ餅というよもぎ餅をいただきました。本当によもぎの香りがしてですね、大変美味しかったです。うちの宮崎のばあちゃん家でもですね、こうやってよもぎ餅をよく作っていたんですけど、ちょっと懐かしい感じがしました。10分でしょうか、15分でしょうか、ちょっと休憩したらまた進んでいきます。でもここら辺まで来ると、そこら辺に縄文杉がたくさんあります。縄文杉というのは樹齢1000年以上の杉を言うことだそうで、これはすごい世界観が変わってきますよね。ならやっぱり翼杉だそうです。でこちらが本田翼さんがいらした時に飲まれた水だそうです。ユッキーさんも同行したかったって言ってました。普段ですね、うちの次女ちゃんは、なかなか運動しない方なんですけども、この時はすごく動きまくってました。歩くのもですね、先頭の方歩いていてですね、こんなにアクティビティなのは初めて見ました。登ったはいいけど、あ、大丈夫やな。すごい苔が、これもう木の形がちょっと本当に見たことないような形してますよね。確かコケムスの森の近くだと思います。もののけ姫のテーマになったような場所だとは聞いてます。本当にコケが綺麗ですね。
ごい世界やな、うん、こちらを登ったらコケムスの森になります。ちょっと映像では分かりにくいんですけど、本当にもののけ姫の世界観が広がっている感じがしました。何言ってんの、ほら一番悪いな。こんだけ観光客の方がいらしてですね、こんだけ綺麗に守られてるのは本当すごいです。そして私たちは7時半ぐらいから登り始めたんですけど、もう降りてきてる人がいるってことは、いつから登り始めてるんでしょうか。まあ、朝の方がですね、眺めがいいというのがあるみたいでですね、もう早朝から登り始める方がいっぱいいるみたいです。うわ、すごいな。まだまだすごいな。もうすでにですね、一番下のこの一歩より全然大きな石が転がってるわけですから、ちょっとこれは大変だったと思います。大人でもまあまあ大変ですもんね。でちょっと疲れてきたのか、手を冷やす動作に入ってました。手を洗ってるんですかね。ここでもうユッキーさん待ってくれていました。すいません。また下ってくる人いるから、ちょっと
今の時間下ってるってすごい早い時間に登ったね。そしてこちらは倒木の上にびっしり苔がついています。というよりも倒木の上に木が生えようとしているようでした。あ、ブチッと抜けそうやな。うん、ごめんごめん、当たった。トイレ？あ、水いっぱい飲むか。うわ、すごいな。見渡す限りこんな風景です。とても大きな木がいっぱい生えているのでスケール感がちょっとずつおかしくなってきますよね。しかしながらかなりパワーを感じる場所です。まだ頑張れ。こちらがブケスギ、クゲスギという木になります。結構いろいろ名前がついてて、それを見るだけでも結構面白いです。なんで？行こう。お墓んとこにいっぱいあるってことやろ。虫除けとかだろうな、きっと。うわ、すごい根っこがなんか。あ、倒木これ。結構倒木も増えてくるんですけど、木の上に木が立ってるということが。まあ見られます。倒木もこんだけ大きいと芸術品みたいですよね。しかも苔がびっしり生えていると。
こちらは雷音寺という杉になります。江戸時代の時に雷が落ちて燃えてしまった木の上にさらに新しく木が立ったという形になるそうです。江戸時代に燃えてしまった跡がまだ残ってました。すごいですよね。もう300年以上前になるものがまだ残ってるんですから。八幡の山ってさ、すごい雨が多いからなかなか燃えないんですよね。わあ、なんだあれは。バーン、内側からこの雷。これね、江戸時代に伐採された切り株の上に種が落ちて、その上に新しく杉の木が入る。で、上に伸びてる杉の木は100年以上続く杉の木なんですけど、雷が落ちたことがないんだ。ということは、さっきから雷が落ちたことは100年以上前の種の木が残ってる。すげえな。上に成長した杉、下の方がね。太鼓岩に登るための最後の休憩です。こちらで、10分ほど休憩しました。もうトイレはないので携帯用トイレを持ってってます。あー、そうなんですか。うん、お餅美味しかったよ。うん、何のお餅。サプモ。そして出発します。私はいろいろ持ってたのでリュックを担いでますが、ここから急激に登るために子供たちは、バッグを下ろしていきました。山道はこんな感じ。先よりかなり急になっていきます。だいぶ先行ったよ。ここからが山本番といったところでしょうか。そして目標地の太鼓岩に到着しました。
わぁ、なんだこれ、すっごい、これはやばいな、よいしょ、あー絶景や、これはすごいな、何分かかってもいいですね、一旦ぐらいのところに座った方がいい、ピンちゃん行き過ぎやな、雲の中上、雲の、どんなガスがやってきてる、うわ雲の上、じゃあ、ね、ちょっと右から雲がやってきてるんで、これ被る前にみんなで写真撮ろうかな、はあ、タカ、タカみんなで写真撮ろう、タカ怖いなこれ、うん、いけ、大丈夫、ほら、これは滑落した、タカ、一番前でいいわ、あれこっち向いて、兄ちゃん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 、はい、ごめんなさい、いいね、ダメだ、すくんじゃう、はい、これはすごい、これは怖い、高いところ、真っ白気やな、でもちょっとカメラ出そうか、うわー、ここ一応行きたくない、なんで言う、大人だったら行きたくなるんだよ、また分かってんで、順番待ち、そして帰途に着いたわけなんですけども、行きと同じ風景だろうと思ってカメラを回してたんですけど、全然違いますね、光の角度から霧の感じとか面白いものが撮れてました。今日頑張ってんな、行きと帰りとで光の角度が違うだけでこんな見え方が変わってくるとは思いませんでした。ルミンツマジで4粒もあんの、あ、さっきのトイレのとこか、
そして太鼓岩から30分ほど下ったところで、ご飯にしました。もう昼を確か回っていたと思います。ユッキーさんの用意してくれたのがトウモロコシの麺を使ったパスタ。まさか山でこんなすごいものが食べるとは思いませんでした。ユッキーさんの奥さんが、用意してくれたそうです。感謝です。うちの子たちにですねアレルギーがありますんで、なかなかこういうとこでは、まあ、おにぎりか何かしらしか食べれないので、こういうものを用意していただけるとはとても感謝しかありません。そしてご飯を食べてお腹いっぱいになったところで出発します。目がやばいね。ママやばいね。ここにめっちゃ茎生えてる。ここに映ってんだよ。いい。はい、行くよ。ということでご視聴ありがとうございました。次回はですね、こうやって疲れ果てた私たちを癒してくれる宿、四季の宿というところに行きまして、宿泊しました。暖かく迎えていただきまして、ゆっくりすることができました。南国感たっぷりの宿です。こちらをご紹介したいと思います。それでは次回もよろしければご視聴くださいませ。ありがとうございました。